さん、こんにちは。本日、ナイト証券7110マーケットトゥデイの担当を務めます、投資調査部のコウと申します。よろしくお願いいたします。早速ですが、今日の話はご覧の通りに3点です。すなわち中国株式市場の動向、本日のテーマ、今後の経済カレンダーです。まずは中国株式市場の動向を説明いたします。次のスライドで、香港ハンセンと本土 CSI 300株価指数の推移を見てください。前回紹介しました通りに、8月中旬から9月上旬まで中国株式市場では強弱材料が交錯し、方向感に乏しい展開となりました。その背景には8月の貿易物価統計の下振れ、追加的な景気支援策や米ドル高に伴う円安抵抗などがありました。しかし9月中旬に入りますと両指数窓を開けて下落してきました。欧米主要中央銀行の利上げ競争による急速な自国通貨安への懸念が高まる中、中国の国有銀行が9月15日に預金金利を引き下げたと報道されました。これを背景とした円安懸念による投資マネーの流出は地合の悪化に拍車したと考えられます。ハンセン指数は終わり値で14日に1万9000ポイントを再び割ったほか、CSI 300指数も翌16日に4000ポイントを割り込みました。足元ではアメリカの金融引き締め、泥沼化のウクライナ危機、イギリスのボンド安などから、世界的な景気後退が警戒されるほか、国慶節連休を控えて、低迷する秋内も相場の重しとなりました。こうした中、CSI300 指数は22日終わり値で節目の3900ポイントを下回りました。ハンセン指数も翌23日に1万8000ポイントを振り込み、翌29日には約10年11月ぶりの安値もつけました。続きまして、第3部分の本日のテーマのコマに入ります。今回のテーマは、ダイナミック、ゼロコロナ政策下の、中国小売市場の動向です。次のスライドを見てください。長引くコロナ災いは中国の小売市場に大きな影響を与えました。この2つのグラフでは、いずれも期間中のコロナ感染状況を示しております。グラフの縦軸は1日あたりの新規コロナ感染者数、横軸はそれに対応する、日時を示します。左側のグラフは昨年通期の状況を、右側のグラフは今年1、9月のものを表します。ざっと見ますと、昨年には小規模なコロナ感染が頻発し、国内の市中感染者数が今年より多くなるかもと感じる、かもしれないですが、実はそうではないようです。両グラフのそれぞれの縦軸の単位を見てください。昨年は100人、今年は万人で桁数が違いますね。1日の新規感染者数について、昨年は、最も多い時でも300人以下だったことに比べて、今年は最も多い時の、感染者数は3万に接近し、前者の、100倍以上となっております。これを踏まえまして、今年は変異株によるコロナ感染再燃の規模が昨年よりはるかに大きくなっていることがわかります。したがって、ゼロコロナ政策を堅持する中国において、コロナ感染拡大の影響を受けまして、
今年の小売市場の規模は、昨年より縮小するかとの懸念があります。実際にはどのようになっているかを、足元の状況を確認しましょう。次のスライドを見てください。このグラフは、中国の小売総額の推移です。昨年までの3年間と、今年1、8月の、年初から各月末まで、小売総額累計ベースの推移をそれぞれ示しております。このグラフで、示した通りに、コロナパンデミックが発生した、20年の小売総額の赤い線は、コロナ発生前の19年の曲線をはっきりと下回っております。しかし、今年1、8月の小売総額累計ベースの黄色の、曲線は、昨年同期の青い点線とほぼ重なり合っており、今年1、8月の小売市場の規模は、コロナ感染再拡大を受けても前年同期に比べあまり縮小していないことがわかります。それの解釈については、貿易措置として、昨年の、感染者の発生をゼロにしたゼロコロナ管理より、今年はその進化版のダイナミックゼロコロナ管理を強化し、一定の効果が出てきたことはその一つの要因になると考えております。ダイナミックゼロコロナに基づいて隔離や封鎖管理装置の対処範囲や外出制限の対処エリアを恣意的に拡大せず、 IT 技術などを活かして感染者を速やかに発見、隔離、治療し、市中感染を防ぐことができます。実際、中国の8月の小売総額は前年同月比で 5.4% 増、伸びが加速傾向にあります。1、8月累計も前年同期比 0.5% 増と小幅増に回帰しております。そのうち各セクターの伸び率変化については次のスライドを見てください。この表は、主要セクター別の今年8月単月と1、8月の売上高の変化率を示しております。そして各セクターは1、8月の変化率の標準に沿って配列されております。ご覧の通りに1、8月でマイナス成長したのは水色をつけた各DIY 部材、外食、アパレル靴、化粧品、自動車、通信機器の6分野です。そのうち8月減少率が1、8月より大きくなったのは、紺色をつけた、各 DIY 部材、化粧品、通信機器の3分野です。特に、各 DIY 部材は不動産業界の不況を受けまして、1月の減少率が 6.3% と一番大きい方です。化粧品の8月の減少率は 6.4% で、1、8月より3.7ポイント拡大しました。不況に強いと考えられる化粧品業界でも長引くコロナ災いによる大幅な需要減少に陥っていると見られます。まだ通信機器分野は昨年のスマホ出荷急増の反動で今年に買い替え需要減少にさらされ足元も苦戦を強いられております。一方、黄色をつけた外食、アパレル、靴、自動車の3分野は揃って8月の伸び率がプラスとなりました。コロナ収束に伴う行動制限の緩和などを受けまして、外食やアパレル、靴の需要は速やかに回復しております。
特に自動車産業は一連の消費刺激策と電気自動車販売拡大を追い風に本格的な景気回復軌道に乗っていると見られます。まだ1、8月でプラスに成長したのはこの表の真ん中にある日用品以下の各セクターです。変異株によるコロナ感染再拡大の再悪期は過ぎて、日用品や家電、AV には緩やかな需要回復が見られます。特に宝飾品は結婚式シーズンの9、10月に迎えて販売拡大のペースも早まっております。その他、文具、オフィス用品、タバコ、酒、飲料、食品関連、医薬品も硬直的需要に支えられ、安定成長を遂げてきたと見られます。特に石油及び関連製品は景気後退の需要減より原油高の影響が高く、8月単月と1、8月の売上高の2桁増と、いずれも伸び率のトップでした。続く今年9月以降は、コロナ感染の再燃がますます沈静化となることに加えまして、内需拡大策の強化もあり、今年の小売総額は年末にかけて前年を上回る可能性があります。続きまして最後の部分ですけれども、今後の経済カレンダーを簡潔に紹介いたします。本日から、7日まで本土市場は大型連休の関係で休場となります。明日は香港市場も祝日で取引停止です。8日の在新中国サービス、9日の新規融資など、13日の MLF 金利、14日の物価指数と16日に開かれる中国共産党の全国代表、大会が注目され、市場に影響を与えますので、注意を払う必要があります。それでは本日以上となります。ありがとうございました。